旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のセイナです。今回は定番から穴場まで京都の絶景観光スポットを堪能をご紹介いたします。右を見ても左を見ても観光スポットだらけの古都京都、日本でも有数の観光地ですね。日本の歴史や風情が感じられる落ち着いた場所のみならず、絶景スポットも多々あるんです。お寺や神社の絶景はもちろんとして、あっと驚くような絶景まで、いつまでも見ていたいような絶景ばかりです。今回は定番から穴場まで京都の絶景観光スポットのご案内です。ただ未だに残るコロナウイルス感染症の関係で各地のスポットに影響が出ている可能性もあります。お出かけの前に一度状況を確認するようにしましょう。この動画で紹介されてないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まずはじめにご紹介するのは蹴上インクラインです。蹴上インクラインは南禅寺の近くに位置する全長 581.8m と世界最長の傾斜鉄道跡です。線路沿いにはおよそ90本のソメイヨシノや山桜が植えられていますので、春の桜の季節には線路に降り注ぐように咲く桜と線路とのコントラストが絶景を作り出しています。シーズンには満開の桜並木の中の線路を歩いてお花見が楽しめます。蹴上インクラインは線路の上を歩きながら絶景を撮影できるフォトジェニックなスポットです。桜のアーチをくぐりながら最高の気分で散策が満喫できます。南禅寺の近くにありますので、お花見を楽しんだ後は京都観光にも便利ですよ。全長582メートルのインクライン、実は世界最長の傾斜鉄道跡なんです。高低差約36メートルもある琵琶湖疎水の急斜面で、船を運航するために作られた傾斜鉄道の跡地となっています。明治24年1891年から運航が始まり、昭和23年1948年に役割を終えました。現在の廃線跡は京都市の文化財に指定されています。次にご紹介するのは永観堂です。永観堂は京都を代表する紅葉の名所です。正式には善林寺といい、浄土宗清山善林寺派の総本山。境内には3000本ものもみじが植えられ、もみじの永観堂と呼ばれています。見ごろになる11月中旬から11月下旬には夜間拝観もでき、ライトアップされた素晴らしい紅葉が見られます。池泉回遊式庭園を彩るもみじはまるで別世界に来たような絶景に包まれます。また境内の中でも一番高台にある多宝塔からは京都市街が一望できます。昔から紅葉で名高い永観堂、創建当初の最高5年855年頃には密教道場だったのですが、平安時代に浄土念仏を唱える念仏の道場となり、永観堂の名がつきました。楓に覆われた釈迦堂や開山堂などの書堂は回廊で結ばれています。次にご紹介するのは伏見稲荷大社です。伏見稲荷大社は最強ともいえる金運と出世運のパワースポットとしても有名な観光スポットです。全国に3万社あると言われる稲荷神社の総本宮、そして伏見稲荷大社の代名詞ともいえるのが千本鳥居です。ずらりと並んだ鳥居はまさに圧巻の絶景です。外国人に人気の日本の観光スポットで3年連続1位に輝く伏見稲荷大社。願いが通るという意味から、江戸時代にはすでに鳥居を奉納する習慣がありました。
この千本鳥居を出たところにあるのが奥社奉拝所稲荷山の入り口にあたります。多くの鳥居が並んだ朱色のトンネルはまるで異世界に迷い込んだような幻想的な光景を作り出しています。千本鳥居の数は実際には千本もないのですが、たくさんを強調するためにこの名になったそうです。それでも稲荷山を含めた境内全体では大小さまざまな鳥居が1万を超えているとか、あまりの多さに驚きますね。次にご紹介するのは瑠璃光院です。瑠璃光院は痩せの自然に包まれたひっそり佇むお寺です。しばらくの間非公開になっていたのですが、公開を切望する声がたくさんあり、近年では春と秋の2回2ヶ月ほど特別公開をしています。2018年からは初夏の夜間拝観も行われ、幻想的な絶景が見られます。秋の紅葉の素晴らしさは誰もが知るところで、紅葉が黒いテーブルに反射する光景が絶景だと SNS で広まり、人気に火がついたようです。さらには青もみじもまた絶景で、春の瑠璃光院も見逃せませんね。にわかカメラマンでも美しい写真が撮影できることがさらに人気を集めています。素晴らしい庭園の絶景が見られる瑠璃光院、春と秋の一般公開時には多くの人が訪れます。元は明治時代の公卿三条実美の庵だったところ、大正時代末から大改修が行われ今の姿に。瑠璃色に苔がきらめく瑠璃の庭に紅葉が彩る様子は格別です。次にご紹介するのは稲の船屋です。稲の船屋は世界も認める絶景が見られるスポットです。ミシュラングリーンガイドジャポンでも2つ星を獲得した景観で、稲湾に沿って230軒余りの船屋が立ち並んでいます。漁村として全国で初めて国の重要伝統的建造物群保護地区に選定されました。船屋は海面にせり出して建てられた建物のことで、1階に船揚げ場、作業場があり、2階が住居になっています。もともとは船を海から引き上げ、風雨や虫などから守るための施設でした。昔は漁に木造船を使っていたので、それを乾かす必要があったのでしょうね。実際のところ、現在では船屋に住んでいる家庭は少なくなっています。漁師の仕事場としての機能が主な船屋なので、すぐ近くにある家が生活の拠点となっている場合が多いようですね。今では船も FPR 製になったり、大型化されたりして、船屋の前に船を係留している家もよく見られます。しかし、まだ作業用の小舟のある家では、今でも船を船屋に収納しています。次にご紹介するのは天の橋立です。天の橋立は広島の宮島、宮城の松島と並ぶ日本三景の一つです。その他にも日本の名勝百選や日本の道百選に日本の渚百選などといった多くの日本百景に選ばれる景勝地として知られています。天の橋立には幅およそ20メートルから170メートルの細長く突き出た砂州が全長およそ 3.6 キロメートルにもわたって続いているんです。そしてその砂浜には約8000本もの松が生い茂り、まるで天にかかる橋のようだということで天の橋立と名付けられました。天の橋立の楽しみ方はやっぱり展望所から見る股のぞきをするのが王道でしょう。股の間から天の橋立をのぞけば天と地が逆さに見えて、松の茂る浜がまるで龍が天に舞い上がっていくように見えるんですよ。最後にご紹介するのは北山友禅菊です。北山友禅菊は福井と滋賀の県境にある久田地区の夏の風物詩になっています。例年7月下旬から8月上旬頃にかけて見ごろを迎える友禅菊。鮮やかな紫色の花が一面に咲き誇る光景はまさに絶景と言えるでしょう。
この夏の時期だけに久田地区でしか見られない貴重な絶景です。緑いっぱいの自然やかやぶき屋根の民家が残る山里でのんびりとした絶景に癒されてみてはいかがでしょうか。京都市の最北端に位置する久田地域では夏の風物詩となる北山友禅菊が楽しめます。鮮やかな紫色の花々が一面に咲く光景をぜひ見に来てくださいね。久田地域に生える野生の菊である朝鮮ヨメナ、その中で強くて色鮮やかなものを京都大学などのチームが品種改良を行い、1997年から栽培が始まりました。今では久田地区の広大な敷地で栽培されるようになり、紫のカーペットを敷いたような北山友禅菊が絶景を作り出しています。今回は京都の絶景観光スポットをご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。京都のイメージは歴史に包まれて静かに佇んでいる都会といった感じです。そこから頭に浮かぶのは枯山水などの閉鎖的な美しさ、立ち並ぶ鳥居や石庭のような狭い範囲の絶景が特徴ですね。しかし京都には一気に視界が広がるスカッとした絶景も見られます。絶景を求めて京都に行くのでしたら、閉鎖的な絶景から開放的な絶景まで様々な絶景を楽しんでくださいね。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。